どうも、桜井の中です、本日は、アゲアゲハさんが、お家に、遊びに来ております。何の企画かは内緒だよ。あ、これもう1個しかないですね。部屋紹介なんすごい。何も言ってないのに寝室取るって言った瞬間に布団の中に入ってくれてる。なんかそうですね。ちょっと一瞬殺したなんですか。あ、給料袋落ちてるのすげえ面白いんだけど。こんなのもあったたら困るよねって。こんなのもあったとか。電話しまったっすさっきその配慮大丈夫かな。映って嫌なやつが映ってるかどうかを。いいですね。ふわー。あ、全然問題ないですほら、ダメっていうことあんのかな。ファブリーズが3つもちゃんとある。使い分けてんの？はい、今日はこの気分だな。ちょっとだけ。ちょっとなんかやらかした時は左ですね。やらかした時は左。香りが残らない香り。うん。それ臭くなった時は左ですね。やんちゃしてんだね。ね、いつもこうやって寝てんの？私は奥で、はい、寝てます。奥で。で、男性の方が来る時はこっち。ジャスティン・ビーバーの、これ香水？これはボディミストです。ボディミスト。ちょっとあの。で、ここも全部ブランドものかなって。あ、本当だ。一軍落ちしたやつ。一軍落ちしたんだ。はい。ののかさんのバッグコーナー。これバッグの収納方法あるんですか。あ、もう特にこだわりないですね。あの入るところに物物あるみんな入っていく。物物入っていくシステム。こうみんなどうしか売れてたはずだこの。物物の立場をわきまえてるの。そうそう。空いてるところに。うん。そのダイエットブック。はい。どうすか。てかショート超大きいこれ。あ、てかお守りぶら下がってる。ですね。この辺で。お守りなんで。この辺で。あれ結び。あれ結びか。いやないでしょ。めっちゃあれだけど。いいんだけどさ。ビトルネックに縁結びのお守りつけてると言うのかな。ニトリ？あ、リクライニングしてる。全部リクライニングする。真ん中はしないです。なんでだろう。あのそこまで回ってないでしょ、うん、お値段的なことなんですよね。10万で買ったんで。実際にそうやって使ったりもするの。可愛い楽しい。これ欲しいな。いい、いろんなリラックスしてくれて超いい。あ、丸まった顔が。面白い丸まるスタイルね。じゃあお風呂行きます。はい、これいろいろ映っても大丈夫ですか。すごい使い古い。でも歯ブラシなんて3つありますからね。気分によって変えますから。これがちっちゃいので大きいのでめんどくさい粘土歯ブラシの時とか。なのでフルに使ってこない。シュミテクト。シュミテクトって何でしたっけ。ガム。あ、これあれコストコでなんか10個ぐらい買いましたね。シュミテクト。メガネ。メガネ、はい。これリアルメガネ。はい、リアルメガネです。あの、いろんなとこにありますよメガネは。へぇ、はい、あの寝室にもありますし、ここにもあります。おお、おもむろに開いた。なカラコン何使ってますかって聞かれても、ここからいつも出してるかちょっとよくわかんない。あ、今日はじゃあ何のカラコンになるかわかんない。こうやってつながってるツイのやつとかつけたりしてるんで、うん、でも今日はこれだったと思いますね。本当に全部映って平気なのかな。大丈夫ですよ、問題ないです。逆に何が NG。私みたいな一般人に NG ってあるんですか、うん、これは全身シャンプーですか。これは全身シャンプーって書いてあるんですけど、これは全身シャンプーじゃないですね。中身が違います。あ、お掃除もちゃんとしてる気配。あ、これはだって私じゃないんですけど。家政婦さんは。で、お風呂、うん、あ、そしてこれが風呂の蓋、うん、そしてののかさん。あと半身浴とか絶対しないよね。あ、全くないですね。湯船、うん、に入ることあんのかな。あんまないですね。シャワー。シャワーだけ。野中さん、このテレビはさ、はい、何インチになるの。70です。70インチ、はい、はい。テレビ見ることあんの。え、テレビめっちゃ見ますよ。あれ、ちなみに、はい、あの隣にあるのは宝くじです。え、本当だ、宝くじだっけ。夢ジャンボって書いて。宝くじ買ってんだ、野中さん。はい、いくら分くらい買ってんの。多分20万円くらい。そんな買ってんの。当たりそう。すっぽりしてる。すっぽりしてる。なんかすっぽりしてる。宝くじの隣にあんのは何。熊で。あ、熊が鳥の市とか。鳥の市です。はい。花園神社が商売の。うんうん。なんで、毎年、あれだけで3万とか。なんかさ、毎年さ、でかくしたり、グレードアップしたりしていかなきゃいけないでしょ。5000円の熊で買ったのから始まって。始まって。5万、1万、2万、3万。次多分5万きますね。
向こうは。今は3万。今3万です。ここ満足度はお部屋のなんか住まいの。いろんな人とかがやっぱその遊び来たいとか取材だとか家入れてくださいみたいなのあるんですけど、まず外観とエントランスですげえ期待してくるから、部屋入るとちょっとこれタワーマンションみたいな作る感じぐらい、もうなんか天井が低いんで、だからあんま人入れたくないなって思います。最近見えっぱりな私としては。最近見えっぱりな。あとテレビとかは型が落ちてて一番でかいのくださいって言ったんで、まあ、あのディスカウントされてるお得なものが好きですね。だから家具とかも全部そうなんですけど、型落ちしてるものとかって安くなるじゃないですか。基本なんかいつも型落ちしてて、2年前の型落ちしたの買って、新しく買ったんだじゃなくて、あ、これ2年前に買ったからっていう、そういうちっちゃい嘘つくタイプの人間です私。タイプの人です私は。今日はありがとうございました。お邪魔しました。また来年もっといいとこに住んでるじゃあまた遊びに行きます。でまた物をいっぱい食べ物食べ物もらって帰る。帰ります。じゃあね。